私も終わりですね。終わりですね。早かったですね。早いよ。もうクリスマスですよ。まあでもね、クリスマスライブが入るじゃないですか。そうですよ。20日、はい、クリスマス2周年記念ライブも気になりますが、今週のワンモアディッシュでは一体何が始まるのでしょう。おお、びっくりした。読みます。はい、デデン、ワイルド感をワンモア。何、ワイルド感ってどういうこと。ワイルドだろ。今回の課題はワイルド感をワンモア。まだあどけなさが残るディッシュだが、ワイルドさをワンモアし、ステージングに磨きをかけろと、その時怪しげな音が。待った待った待った、なんだ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 、おい、行こう、行ってみましょう。なにこれ、うわ気持ちいい。すいません、はい、どう見ていただいても大丈夫でしょうか。今回は、八つ当たりどころから来ていただきました中村さんです。はい、こちらの方は中村さん。ということで今回挑戦するのは皿割り。実際にストレス解消に役立つと科学的にも証明されている今話題の破壊セラピー。いつもライブで皿投げをしているディッシュがこれをステージングに生かせばワイルドディッシュで人気急上昇。なんか楽しそう。かなり日頃もね、今すぐ入って今すぐやりたい。やってみた。やってみますか。早速やりましょう。そうですね、やりましょう。目指せワンモア。さらわり事業を展開している八つ当たりどころの中村先生監修のもと、早速さらわりに挑戦だ。トップバッターはディッシュ1のワイルド男龍二。どうですか意気込みは。いやもう楽しみますよ。僕は楽しんで。怖くはない。いや結構ね緊張してる。あ、緊張してんだ。リュウジお願いします。せい、おーい、どうどう、まず1回目の感想くれ。どう、罪悪感。罪悪感を拭えぬリュウジに続きマサキが挑戦。リアクションに期待。わーほい、さあ下手くそだよ。もう一枚いっとき。もう一枚いっとく。うわー、うまい。